どうも、アッキングです。皆さん、コリドラスの餌って何をあげてますか？自分は前にも動画でご紹介しているメディコリドラスをあげてます。でもちょっとお高めな餌なので、財布にはあかんやつです。財布に優しいコスパ最強の餌を探してきました。それがこれです。ランチューベビーコールド SS。値段は忘れました。なのでチャームで値段を検索しました。260円でした。やはり安いです。コスパ最強が正義やで。なぜコリドラスやのに金魚の餌やねんと思っているあなた。新婚さんより超甘々やで。鎮火性で高タンパク質で探したら、ここに行き着いただけやねん。使用原料も多彩でいい感じ。やと思う。多分色上げ効果もあるみたいだけど、スピリルナとカロチノイドだから赤系の色上げなら問題ないと思うけど、ひとまず開封するで。あかん。開いた。サラサラな餌ですね。匂いは、うん、普通に餌の匂いです。大きさはまあまあ小さめですね。餌をあげてみましょう。気づかないですね。気づいたみたいです。モフモフしてますね。指向性はいい感じですね。今回はコスパ最強と言えるぐらいの餌を試しましたが、どうでしたか？よかったら皆さんも買ってみてください。アッキングアクアチャンネルは、なるべく5分以内で簡単でわかりやすい動画を配信しています。次の動画までチャンネル登録してお待ちください。また次の動画でお会いしましょう。